2020長野代表の山口達也です。今日は簡単に自己紹介をしたいと思います。生年月日が1993年の3月の27日生まれ、現在27歳です。身長が180センチ、体重が68キロ、職業が自動車の整備の仕事をしています。生まれも育ちも長野県の高山村という場所で育ちました。この高山村ですね、日本一美しい村としてね、加盟されていまして、四季、自然、とても綺麗です。また詳しくは Facebook に Mr. 長野というページ設けていただきましたので、そちらで発信していきたいと思いますので、チェックお願いします。特技は、小学生から高校生までアルペンスキーという競技を行ってまして、高校生の時には、全国大会にも出場いたしました。現在はスキーのコーチやインストラクターとして今でもスキーに携わってます。趣味はもうとにかくモータースポーツがもうすごい大好きでですね、よく休日に友達とサーキットに行ったりですね、実際自分でもドリフトですとか、あとタイムアタックなどして休日満喫してます。ミスタージャパンに応募した理由は、私これまでに現在勤めている会社や専門学校のイメージアップの CM に出演したりしています。で、長野県の方は多分1回くらいは見たことあると思うんですけど、今でもですね、朝やゴールデンタイムに今の会社の勤めている CM 流れてるんで、よかったらちょっと気にして見てみてください。そういう経験から自分が主体となることで多くの人に伝えられることができるということを、昨年実感しまして、で去年ちょうどミスタージャパンという大会知りまして、で今回応募いたしました。この27年間過ごしてきた高山村、そして長野県を全国の皆様へ伝えられることができるチャンスだと思っています。そのために今できること、やれることを精一杯行ってですね、自分に自信を持って9月に開催予定の日本大会へ挑みたいと思います。またこのご時世、遊ぶことや生活すら満足にできないことが多いと思います。できることをできる範囲内で、これ以上の感染拡大を防ぐためにも、まずは手洗い、うがい、マスクなどの予防をしっかりと行っていきましょう。もちろん私もしっかりと予防していきます。また詳しいことや質問があれば、先ほどの Facebook のページや Instagram もやってますので、そちらまでお問い合わせお願いします。それでは全国の皆様、山口達也の応援をよろしくお願いいたします。ぜひ今日名前だけでも覚えてください。覚えやすい名前してると思うんで。それではありがとうございました。